女子ゴルフツアーシェブロン選手権第三十七位から出た渋野ひな子24サントリーは2バーディー2ボギーの72で回り通算イ,イーブンパーで第2ラウンドを終えたホールアウト時点で43位に後退したラウンド後ワウワウのインタビューでは苦しいラウンドだったけどなんとか耐えられましたとほっとした表情で話した第2ラウンドは悪天候の影響でスタートが約2時間遅れた インから出た渋野ひな子は10番で第2打がグリーン左のラフに外れアプローチも寄せきれずいきなりピンチを迎えたが4メートルのパットをねじ込みパーを拾って滑り出した11番でも第2打でグリーンを捉えきれなかったがアプローチを寄せてパーでしのいだ序盤にホールのナイスパーセーブで流れをつく作った渋野ひな子はアソコーターを乗り切ったのはかなりでかかったと振り返った最初のチャンスは14番パー4だった 3.5メートルのパットを沈めて、バーディーを先行させた。しかし、波に乗れない。続く15番で、第2打を、グリーン右の池に入れて、ボギーを叩いた。後半の1番でも、第2打を、グリーン左のバンカーに打ち込み、バンカーショットを寄せきれず、4メートルのパーパットが決まらず、スコアを落とした。それでも気持ちを切らさず、パー5の4番で、第2打を花道まで運び、アプローチをピン側に寄せてバーディーを奪い、パープレーにまとめた。 パーオンは18ホール中10ホールと苦しみながらも27パットに収めるなど小技でしのいだ渋野ひな子。アプローチが頑張ってくれた。微妙なパーパットも決め切ることができてよかった。あと2日プレイできるのが嬉しい。しっかり上だけ見て頑張りたいと笑顔を見せた。渋野ひな子は連日の72で予選通過へ、畑岡奈紗が上位で終了。 37位から出た渋野ひな子は2バーディー2ボギーで2日続けて72を揃え通算イーブンパーで36ホールを終えた44位前後と予選通過圏内でのホールアウト一つ落として迎えた後半4番パー5で手前からの3打目を寄せてバーディーグリーン左に外した最終9番も寄せ1のパーでしのいだ畑岡奈紗は4バーディー2ボギー1ダブルボギーの72 池に入れた12番パー3のダブルボギーもありながらパープレーにまとめホールアウト時点で首位と5打差の通算2アンダーに踏みとどまった初日に首位と1打差の2位につけた古江彩香は2バーディー3ボギー1ダブルボギーの75最終18番パー5でセカンドを池に入れてダブルボギーを叩くなど通算1アンダーに交代したかつ南は2バーディー1ボギーの71で回りカットラインまであと1打の通算2にオーバー 予選通過を後続のプレーに委ねる。悪天候とコースコンディション不良により、スタートが2時間遅れ、午後組の日本勢はいずれも2オーバーの佐藤優香が午後3時10分、日本時間22日午前5時10分、アマチュアの馬場崎東京代々木港が午後3時32分、同22日午前5時32分、西郷真央が午後3時43分、同22日午前5時43分、 3オーバーで最終組の西村優奈が午後4時5分同22日午前6時5分にティオフとなっている。古江彩香は首位と3差で後半へ渋野日奈子は 7H を得てイーブン。今期の海外女子メジャー初戦は2日目のプレーが進行中。コースコンディション不良によりスタート時間が2時間遅れたが無事に午前組はスタート。 初日を4アンダーの2位タイで終えた古江彩香は前半をイーブンとし、トータル4アンダーで後半に入った。畑岡奈紗はトータル3アンダーで前半最終ホールへ。渋野日向子は7ホール終了で、トータルイーブンパー、かつ南はトータル3オーバーでプレーしている。この後午後組は日本時間の早朝からスタート。 サイド・マオ、佐藤優香、アマチュアのババサキ、代々木港3年は2オーバーから、西村優奈は3オーバーから巻き返しを図る。トータル7アンダーの首位に、リリアブ、米国。2打差の2位に、スタート前のチェン・ペイユン、台湾がつける。悪天候により、2時間遅れで開始、古江彩香、畑岡奈紗、渋野雛子がスタート。今期の海外女子メジャー初戦は、2日目のプレーがスタートした。 前日の夜から降り続けた激しい雨に加え、朝には雷雲接近により、2時間遅れで開始した、初日を4アンダー2位タイで滑り出した、古江彩香は午前組でスタート。出だしの1番をパートしたが、2番でボギーが先行した。2アンダーの9位タイから、畑岡奈紗、イーブンパーから渋野ひな子もスタート。共に出だしはパートし、さらなる上位を目指す。かつ南は3オーバーからの巻き返しを図る。 午後組では、西能真央佐藤優香、アマチュアの馬場崎代々木港3年、ンオーバーから西村優奈が、日本時間の早朝にティオフする。首位には、ツアー未勝利のチェンペイ、順、台湾が立っている。女子メジャー第 2R は、雷発生を考慮し、2時間のスタート遅れが、決定日本時間午後11時15分開始予定。 今期の女子メジャー初戦の第2ラウンドは雷発生の可能性やコース整備のため午前午後ともに2時間遅れでスタートすることが発表された。当初1時間遅れのアナウンスだったがさらに遅れることになる。前日行われた第1ラウンドでも午後組のプレー中に強い雨と雷雲接近のため一時中断されていた。その際は54分後にプレーを再開。 投稿機も滝、なんとか全選手ホールアウトできたが、現地はその後も激しい雨と雷が続いていた。現在コースに雨は降っておらず、青空も見えるが、このスタート遅れに伴い、当初予定された現地時間午前7時15分、日本時間午後9時15分スタートの第1組は、同9時15分、同11時15分にティオフする。状況次第ではさらに伸びる可能性もある。 8人が出場する日本勢は、同9時37分、同11時37分に、勝つ南がスタートする予定。この他、午前組では、初日を4アンダー2位で滑り出した、古江彩香や、2アンダー9位タイの、畑岡奈紗、イーブンパー37位タイの、渋野ひな子がプレーする。西村優雅佐藤優香、西藤真央、アマチュアの、馬場崎、代々木高3年の4人は、午後組に入っている。 古江彩香今季メジャー初戦、冷静1差2へ発進目標、毎日4アンダークリア。今季のメジャー初戦が開幕し、古江彩香22、富士通が5バーディー、1ボギーの68をマークして、4アンダーの2位と、コースタートを切った。首位と1打差。畑岡奈佐24、アビームコンサルティングは70で9位、渋野ひな子24、サントリーは72で37位。 チェン・ペイユン32台湾が67で回り5アンダーで単独首位に立った総距離は6800ヤードを超えペアウェイサイドには深いラフが生い茂る随所で池も絡むメジャーならではの難セッティングに古江彩香が持ち前のショットの精度で対抗した自身が想定した優勝スコア毎日4アンダーをまずはクリアこの難しいコースを4アンダーで終えられたのは良かったと笑顔が弾けるのも当然だった 序盤から波に乗った。インから出て2ホール目11番パー4でこの日1番のバーディーを奪った。188ヤードの第2打を1メートルにつける1打。続く12番も連続バーディーとしてリズムを作った。雨粒が落ちてきた後半も雨でスピンが変わると冷静にピンを狙った。雷雨による中弾を挟む難しいコンディション下でもパーオン率77.78%と安定していた。経験を生かした。 米本格参戦1年目だった昨期の予選落ちは3度。しかもそのすべてはメジャーだった。距離が長いとか難しいイメージでうまく対応できなかった。ただし今年は違う。落ち着けていれるかなツアーメンバーとして1年戦って経験を積んだからこそ大舞台でも普段通り冷静にプレーができている。首位とは一打差。昨年7月のスコットランドオープンに続く勝利が初のメジャータイトルとなるか。 まだ3日間ある。トップのスコアは意識しないで自分は自分で集中できたら22歳は残り54ホールを冷静に睨んだ。